今日この日、大日本帝国海軍はハワイ・パールハーバーのアメリカ合衆国艦隊に一大打撃を与えた。翌日、フランクリン・ルーズベルト大統領は国民へメッセージを送った。Was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph. So help us God. 山本五十六は優れた指揮官で、この戦いは空軍力による電撃作戦以外勝利の見込みがないと判断し、11月25日に30隻の日本海軍艦隊を率いてクルリ島諸島を北回りでハワイ諸島へと向かったが、折からの悪天候で戦艦は厳しい進行を余儀なくされていた。敵に感知されずに空母6隻を含む日本艦隊30隻は12月7日の早朝、オアフ島の北方240マイルに接近することに成功した。早朝6時、二手に分かれた攻撃隊は15分越しに発進、第一般飛行隊183機はハワイ諸島へと向かった。そして主なる狙いはパールハーバーに停泊中の米艦軍隊であった。三菱のゼロ戦が初めに飛び立ち、味方の戦艦を擁護する作戦を取った。次に魚雷を搭載した戦闘機がそれに続いた。このパイロットたちは水面すれすれの15メートルの高度を保ちながら攻撃する作戦任務を持ち、その後急降下爆撃、高度からの攻撃をする爆撃隊が続いていた。その爆撃隊の中には数機は1760ポンドの威力を持つ爆弾を搭載していた。一番最初の戦闘機部隊は北隊長がホノルルのラジオの天気予報を聞き、視界晴れ、風10ノット、ところどころ曇りを知り、米艦隊のパールハーバー停泊を確認した後、トラトラトラの攻撃の合言葉を打電した。朝8時10分には戦艦アリゾナを大破し、艦内を揺るがし、同時に多くの死傷者を出した。そしてその攻撃は午前10時まで続いたのである。ヌアネバレー、ダウンタウン、ワイパフ付近の住民は流れ弾を受け火災を生じ、木造家屋、家畜などが累傷し、ロナルドスクールには負傷者の収容する救援施設が設けられていた。その作戦の中には5隻の日本の小型潜水艦特別攻撃隊も含まれていたが、目的を果たさずし、沈没あるいは海岸にのし上げられる失敗を演じたのである。米海軍の空母エンタープライズはオアフ島200マイル西方海上を進行中であったが、エンタープライズから18機の戦闘機がフォードアイランドへと発進していた。だが米空軍は味方と確認せずに間違って味方を撃ちまくった。早朝飛び立った352機のうち29機は日艦となったが、作戦は成功し、残る全機動力は午後1時に帰還した。その朝、フォードアイランドの格納庫に残る水蒸気、偵察機はそのほとんどが大破した。佐野基地の飛行機もスコフィールド、機関、ホイラー、フェローズ、カネオヘとエヴァで合計300機が破壊された。また数多くの死傷者が続出した。我々の飛行機は何とか離陸し、12機の日本特攻隊の飛行機を撃墜した。米海軍の受けた被害は2時間足らずで4隻の軍艦、機雷艇1隻、標的艦1隻が沈没した。4隻の軍艦、3隻の巡洋艦、3隻の魚雷艇が大破した。サルベージ作業の前に沈没船の中に残っている生き残りの乗組員を救助する仕事が進められていた。多くの乗組
国民は助かったが、同時に多くの犠牲者を出したのである。軍艦ネバダは港の入り口を走る最も良い標的であったが、岸壁に横付けされていた。パールハーバーの燃料タンク、そして潜水艦は被害を免れた。太平洋に配置された空母はたまたまパールハーバーには停泊せずに、その被害を免れ、また修理用ドッグも被害を免れたのは不幸中の幸いであった。パールハーバーに残された17隻のうち13隻は日本軍と戦った。日本海軍ハワイ進撃をきっかけとしてヨーロッパを巻き込んだ戦いは第二次世界大戦へとエスカレートしていったのである。いわゆる日独伊に対するはアメリカ、イギリス、ロシア、中国の連合軍であった。ヨーロッパでは1944年の6月6日連合軍の上陸作戦が大成功を収め、ベルリンまでの戦いが続いた。そして1945年5月8日ナチスドイツはついに無条件降伏をするに至ったのである。島々に接近してきた。特にコーラルシー、ウィンドウェイ、ガダルカナル、マーシャル、ニューギニア、マリワナ、フィリピン、リオ島では大激戦が行われ、次々と日本軍は敗戦の色を濃くしていったのである。ちょうどその頃原子爆弾が発明され、1945年7月26日に連合軍はこのポツダム協定に応じない場合、日本を完全に破壊する旨の最後通牒を日本へ伝えた。米国は原子爆弾2個を保持していた。1945年8月には広島へ投下し、その6割を破壊し、8月9日にはもう一つの原子爆弾が長崎へ投下され、その結果7万4000人の人々が犠牲となった。8月14日には天皇陛下の命により日本もついにポツダム協定に応じ降伏するに至ったのである。1945年9月2日米国連合艦隊は東京湾へ集結するに至った。戦艦ミゾリーの上で日本はポツダム条件による降伏宣言を承認したのである。チェスター、ミニッツ元帥は全乗組員にそのことを伝えた。ワシントンのホワイトハウスではハリー・トゥーマン大統領がアメリカ国民へ無条件降伏を日本がしたことをラジオで伝えた。そしてその日を区切りとして世界各国の都市、ワシントン、ベルリン、ニューヨーク、東京、ロンドン、サンフランシスコでは今までの戦争を忘れ、未来の平和建設に向かって歩み始めていた。パールハーバーはすでに歴史の1ページとして過ぎ去った物語となっているが、ハワイではまだこの物語は現実として、このアリゾナメモリアルを訪れる人々の胸に強く響くものがあり、第二次世界大戦で戦死した勇士の冥福を祈っているのである。戦艦アリゾナは1913年ニューヨークブルックリンの海岸海軍造船所で生まれ、1915年6月に浸水、パールハーバーにおいて1941年12月7日沈没したのである。